香港の教育においては、無償の義務教育が実施されており、香港の全域に公立、または補助金を受けている、私立学校が存在する。義務教育は、初等教育及び、前期中等教育の合計12年間、または13年間である。香港の学年は9月に始まり、翌年7月までで1年とする。 2学期制であり、第1学期は9月から1月まで、第2学期は2月から7月までとなっている。現在の香港の学校教育において必修の科目とされているものに、以下がある。私立の保育所や幼稚園が修学前教育や団体生活の機会を与えている。6から12歳までの6年間、港青元新書院、香港のンタを島にある中学校、 香港の中等教育は、初級中学と高級中学の2段階であり、高級中学までが義務教育である。香港の中学校のうち、約20%は英語で教育を行い、約80%は中国語で教育を行っている。英語で教育を行う中学校は、英文中学、英中、EMI 学校などと呼ばれるが、中国語。 中国史は中国語で授業を行い、その他の科目は教科書も英語のものを用いてすべて英語で授業を行う。厳密には1997年以降の香港政府の教育書の認可を得て、英語で教育を行う中1から中3までの3年教育の学校を言う。英語で教育を受けると国際社会での活動の幅が広がると考えられる。 反面、科学技術用語なども、英語で習うことになるため、中国語、または、関東語でどういうか知らなかったり、日常生活で知っている事項も、英語の単語の意味がわからないために理解が進まなかったりする弊害もあるため、母語教育を提唱することも行われている。中国語で教育を行う、中学校は、中文中学、なかなか、母語教学中学などと呼ばれる。 関東語または普通話で授業が行われるが、関東語で授業を行う学校でも、中国語や中国史の授業では普通話を使うことがほとんどである。高校は義務教育ではないが、2010年に公立高校の受験が廃止された。香港大学。タイムズランキングでアジア地区3位。政府から大学奨学金を贈与される学生は、 年間2万人に満たないため、結果として多くの学生が外国の大学に留学している。政府認可を受けた法定大学が8校ある。1911年に設立された香港発の総合大学である香港大学や1963年に3学院の合併により設立された香港中文大学が国際的に著名である。長らく 香港の大学はこの2校だけであった。その後、1984年に香港城市大学、1991年に香港科技大学、1994年に香港理工大学と香港新海大学、1999年に峰南大学が誕生した。新設された香港科技大学以外はいずれも既存の 学院からの昇格である。2006年12月、受人学院が大学への昇格を認可され、香港発の私立大学である、香港受人大学となった。2016年5月、香港教育学院が大学に昇格を認可し、香港教育大学になった。2018年10月、常男管理学院が大学に昇格し、2校目の私立大学香港。 スネオ大学が誕生した。この他に市民大学である、香港都会大学がある。大学以外の高等教育機関としては、法定学院が1校、認可専常学院が9校ある。2000年に副学士制度が導入された。アメリカのコミュニティカレッジが授与する、純学士や日本の短期大学士に相当するが、香港では大学などが実施する2年もしくは3年の、 コースとして実施されている。香港の教育は暗記だけの詰め込み教育に偏りがちで、これまでの教育制度を見直したものの知識変調と批判されている。また、批判的思考力が欠けていると指摘されている。2008年度まで教育制度はイギリス植民地時代からの方式を取り入れたもので、小学校6年と中学前期家庭3年を含む、 義務教育が合計9年、その後の中学後期家庭2年、大学予科2年、大学3年となっていた。2007年、香港政府教育局は教育改革を行い、教育方針を改めた。教育局は、九州の共通能力と、四つのキーポイント、という概念を発表した。九州の共通能力とは以下を言う、四つのキーポイント、とは以下を言う、 さらに学生改革により2009年度から実施された新教育制度は義務教育の9年間はそのままで中学後期課程を3年、大学を4年とする6334生と呼ばれるもので日本と同じ2009年度の高校入学者から適用となり2012年9月に最初の4年生大学の入学者が誕生する 新教育制度の大学入試は中国語、英語、数学、通識教育の基本4科目と選択科目2から3科目で実施される予定。選択科目を要求しないとしている大学もあるが、受験するのが文系であっても数学は必須という。2009年度から6334世になったため、2011年度から 余暇課程が廃止される予定で、従来の余暇課程へ進学するための試験、香港中学開校や大学へ進学するための香港高級程度開校を受けて、入学資格を得ている人は、大学あるいは専門学校などへ進学する場合、改めて、香港中学分、頼む講師という試験を受け、合格しないと進学することができない。中国語、ありがとうございます。